まあ今日は座談会という形なので、皆さんからもお話をざっくばらんに ででできる雰囲気で進行ししししししたたたいといいいいなととと思っっててまますすの何かおお話うことがあったらぜひ参加くくださいよろしくお願いします私の画面では真ん中にいらっしゃる白川さんが私たちのチームのアドバイザーで、えー、と今日のメインのゲストになります。えー、それではですね、えー、今回え皆さんにもちょっと事前にこういった質問から始めたいと思っているということはお話しさせていただいてたんですけれども、えー、2つ今回トークの議題というか、まあ、トピックを考えて おりますで一つはですね社会彫刻にどのタイミングで出会いましたかいつ出会いましたかというような質問をあのまず白川さんとちょっとお話を聞く時間をちょっと。 いただいた後ですね。まあ皆さんにも一緒にちょっと皆さんはどのタイミングで出会われましたかということをあの聞いてみたいなという。で、もう一つ質問を考えてまして、その社会彫刻と出会ってからそれは現在の自分にどのようにつながっているかというような質問ですね。で、そこからちょっと私たちの社会彫刻について考えてみようということと、まああのみんなの意見をオープンな場所で共有することで社会彫刻について考えていけたらな と思っております白川さんでは、なんか最初の、まあえーとまあ、質問の最初の終わりに答え,答えるというか、えー、と一応まあ僕はその社会彫刻という言葉というか、まあ、えー、はまあ自分が70年代のまあ終わりに、まあ、受精同腐にいたときに、ヨーゼフ・ボイスを。 えー、見てたりしてて、まあ、あの彼が、まあ、あのと、まあは緑の塔とかね、そういうのの活動とかを、えー、やってたり、まああの、アカデミーの中では自由大学などがあったし、それから、まあ、僕のその時きの、まあ、友達というか、同ー人の友達が、まあ、ボイスのクラスの、えー、連中で、まあ、ブポタルに住んでて、まあ、ブポタルは。 シュタイナの学校もあるところなんですよね。それで、えー、っとまあ、まあ、そのブポタに僕は一時期住んでたので、えー、まあ、あのー、まあその,その時に、そのボイスのクラスにいた連中から初めて、まあ、社会彫刻とかっていう言葉とか、それからシュタイナっていうのも初めてその時に聞いたんですよね。 えー、全然日本にいるときはあのシュタ、ルドルフ・シュタイナーというのは僕は知らなくて、70年の終わりに、ブ、まあ、ポータルで初めてその彼らからあのシュタイナーというのを聞いて、うんえー、誰みたいな、全然、全然知らない。<laughs> で、す、ま、で、あねまあ、にまあドツ、まあ、当然まあドツのあの、同通圏の人なので、まあ、本はたくさん出てるわけですよね。 ほんで、まあ、ドツ人の、まあ、友達なんかが、まあ、こんなに本あるんだぞ、みたいな感じで。ほんで、まあ、当時はそうなんだよね。その、えっと、もう、もう一つは、あの、まあ、女性同譜にいた、えー、連中で、まあ、パフォーマンスとか音楽やってる連中がいて、まあ、彼らの方は、えー、うんと、あれかな、うん、南米の、 文化人類学者の人が書いたあのカルロス・カスタネダ、まあ、かそ,れその本を読んでる人は結構多かったんですよね。うん、で、まああのえー、街の中はい、まあ、今の,あの僕らあの状況とは違ってて結構、まああのえー、マリファナとかね LSD とか、まあ、そういうなんかドラッグをやってる人たちもたくさん日常にいて。 まああのジュセルドフのアカデミーに行く途中なんかでもみんなあの、えーと朝まあ、午前中とか学校まで行くと途中にもう、えー、アルコールもそうだろうけどもそうじゃない形で、えー、路上に寝てる若い人が、ね、たくさんいるような、えー、そういう状態でしたね。それで、えー、とあとは、まあ、アムステルダムがジュセルドフから近いのでド、えー、イツではあの 一応、マリファナとかは禁止されてた、あの、薬物はね、禁止されてたので、若い人は車に乗って、まあ、1時間ぐらいで行けば、樹世道府からアムステルダムついちゃうんで、高速道路で。で、まあ、画材を買いに行ったりなんかするのと一緒に、えっ、ー、と、向こうに行くと、その、まあ、ドイツにはないタイプの、えー、コミュニティセンター、 まあ、若い人が集まるセンターみたいなのができてて、えーまあ、そ,のそこのセンターに行くと、あのセンターの中の売店、売店で、えーとまあ、マリファナとかね、それから、えー、LSD なんかが、まあ、通普通にこう売られてて、えーまあ、そこでは自由に、えー、やってると。それからまあ、えーとね ニューヨークなんかではね、これ、90年代とかにあったけれども、その、えっ、ー、と、無人の家のところを、あの、えー、若い人たちが住み込んじゃうような、えー、占領しちゃうような、あれ、まあ、そういうのもすでにアムステルダムでたくさん始まってて、えっ、ー、と、若い人たちが、まあ、あの、えー、古い無人になっちゃった家、えー、そういうところに住み着いて、えー、まあ、大体住,住みついてる連中の半分ぐらいが結構、 アートやってるような連中が多かったんですよね。で、オランダの方はなんかアーティストにすごいあの、えー、ゆるいというか、えー、ビザも出してたし、それからあの補助金もね、アーティストに対しての補助金がすごく簡単に取れるっていうか、そういうような制度だったので、まあ、あのイギリスとかアメリカとかそういうところからもあのたくさんアーティストが。 あのあ、あの、オランダ、特にアムステルダムにはたくさん来てたんですよ。あの、アムステルダムに行けば、あの、家は手に入るし、えー、お金、まあ、お金とか生活費がもらえて、で、まあ、作家活動もできて、で、まあ、ドラッグもあるみたいな。こうい、ん、う、こういうすべて揃ってるみたいな。まあ、そういう、そういう状況の中で、まあ、養成ボイスなんかは、緑の党の、あの、あれ、まあ、政治的な活動とか、 えー、いろんなことを、まあ、やってったわけですよね。えー、だからまあ、えーと、ちょっと前の、ほんの少し、70年代、ちょっとあの、ね、僕なんか言いたよりもちょっと前に戻っていくと、まああの、ヨーロッパの68年とか69年なんかの、あのフランスなんかの学生運動とか、まあまあえー、世界全体にこう広がっていった、えー、若い人たちの、あの カウンターカルチャー的な、まあ、の反対運動みたいなね、えー、社会改造運動みたいな、まあまあ、そういうような熱気、えー、というか、そういうのがまた続いてた、えー、状態の中で、えー、まあその社会彫刻というようなことを、まあ、ボイスは、えー、言ってて、えー、まあ、だからまあ、ある意味で言うと、そのえー、おそらく、 今から考えればね、あの、えっ、ー、と、ボイスの社会彫刻についての本とか出てますけれども、まあ、今そういうのを読むと、あの、結構、あの、えー、なんていうのかな、当時のその熱,熱い状態、熱い状態の問題っていうのは、あの、まあ、えー、フランス、まあ、フランス・パリなんかでもあったよう、ね、な学生で、まあ,あの、革命を起こそうみたいなね、えー、そ,そういうような、 あのものとは違うかなりもっとあのクールなあの、まあ、シュタイナーなんかが言ってたそのしゃあの、えー、社会有機体説みたいな形を現実に 20, 20世紀の中にあのそのシュタイナーの考えを、まあ、ボイスは引き継いでこう、えー、やって やっていってる提案いろんなことを提案していってたわけだからまあある意味で言うと、えー、まあ何とも提案というか、えー、社会彫刻という考え方をあの提示してでまあそのそれを実現していくためにはいろいろディスカッションしたりまあ様々なことをやらなきゃいけないことはまたたくさんあるというかね、えー、そういう えことだったんではないかなとあの僕なんかは今からは思ってます。だからあの、えー、ね、ボスが日本に来た時なんかはね、日本ではすごくなんか、あの、まあ、熱い感じで革命みたいな感じで言ってたけども、あの全然なんか、あのボスの、えー、考えてた、その、あの求めてた、その、なんていうの まあ、プランというかさ、社会彫刻でやっていこうとしてたことと、まあ、日本のなんかであれしてたのはかなりず、ね、れが、えーねまあ、俗に言う政治革命、そういうような簡単,、まあ、簡単にというわけではないけども、えー、そ,そういう、えー、政治革命とかって、そういうことよりももっと時間がかかるような。 えことだったよううな気がしますね、うん、そうですねねそで84年の来日の時の,あの報道の記事というのはもうあまり今から調べるのってかなり難しいようなんですけどこうちょっとコラムで読んだところで私の数少ない情報によるとなんだかあまり歓迎ムードではあったんだろうかというのがちょっと気になる。 記事を読みました、うん、まあ、なんていうの、ちょっと、えー、まあいろ、ちょっとずれがね、あったではないか、なりずれがあって、今今から見れば、その辺のずれが、あのえっ、ー、と、うん、まあ、いろんな意味で解消,解消されてるかなっていうのが気がするんです、今の日本の状態を見てるとね。うんなんか あのまあ、ボイスがあの日本に、えーまあ、84年ぐらい行ったんだけど僕は79年ぐらいの時にヨーゼフ・ボイスにインタビューにあの行っててでその時にまあ3時間ぐらいず,こうずっといろいろ話をしたんですよで、まあ、僕はドイツ語できないのですごくよくドイツ語ができる日本人の人で、まあ、あのドイツ人に日本語を教えてる言語学者の人がいてその人にお願いして一緒に。 あの行って3時間ぐらいいろいろ話をしてその時最後に日本に来るようなことありますかって行く日本に呼ばれたら行くようなことありますかってまあ聞いたんですよね79年に。ボイスはあのなんで俺が資本主義のあんな国に行かなきゃいけないんだよ俺は絶対行かねえぞみたいなこと言ってたから8四年の時はね7000本の あのプロジェクトやるのにまあまあはっきり言ってあの、えー、予算お金がな,なくてその予算を集めるためにまあ政府がねたくさんお金をあの時出したのでまあそ,それで日本に行くことになったんだよね、うんうん、だからまああの別にその日本で手長や,やりたいとかまあそういうあれじゃなくてなんかそのまあ自分のプロジェクトやるた時のためのお金が なくてそれのお金を日本が出してくれる条件で日本で展覧会っていうか行ったということでまあこれあのねその前にもうすでにあのボイスあのパリとかそれからあのニューヨークのグゲンハンとかでもあのあの展覧会やってるからまあそういうのとはまた違うんだよね日本でやった展覧会の文脈っていうのは違うなみたいな感じがしてますけどはい。 そうですね、なんか伺っているとこう、ドイツの社会背景とか、日本とかなり状況の違うところから、うん、社会彫刻という言葉が、うん、こう周りに伝染してったというのはかなり大きいですね。84年の日本って結構もう、高度経済成長は落ち着いているけれども、まだその雰囲気は残っている、うん、かなりアゲアゲな <laughs> 時代で。そうそう 僕はなんかちょうど83年に日本に戻ったんですけれどもちょうどあの、えー、とに日本に帰国する直前に83年で十世豆腐のクンストハレであのハラルド・ゼーマンの企画したあの、まあえー、ゲザムト・クンストですいうか、まあ、総合芸術の方にっていう大きなあの展覧会があったんですよね。 えとまあ、ドイツロマン主義の,、まあ、あのその後みたいな感じの,あの、えー、副題が確かついてたと思うんですけれども、まあ、その中に、まあ、ボイスとかシュタイナーとかも、まあ、あのその中に入っててで、まあ、彼あの、えーまあね、19世紀の終わりにワグナーが言ったあの総合芸術の意味じゃなくてまあ,あの ゼーマンが考えてる提示してるあの総合芸術でまあそれが僕なんかはなんかあのボイスが言ってたあの社会彫刻の考えとまああの非常にあの似てくるっていうかこう、ね、そういうようなものだなっていうふうにあの僕は、まあ、考え、まあ、その時も思ったし今でも、えー、そう思ってるんですよ。 うん、なんか、あの、ええー、まあ、だからまあ、ちょっとね、一見的、一見、こう、ほら、社会彫刻っていうと、まあ、社会改革とかなんか、そういうようなイメージみたいなものが先行したりするわけだけども、えっ、ー、と、まあ、えー、ね、ハラル・ゼーマンなんかがあの提示している総合芸術の考え方っていうのが非常に、まあ、あの、その辺を補ってくれるのかなと思ってるのは、 ハラド・ゼンマンがてあの企画した展覧会の中にはあの造形作家だけじゃないんですよ。赤、えっと、十字、赤、まあえー、十字を作った人たちとか、あのまあ、これ個人で、えー、いますけれども、まあ、シュタイナーもそうだし、それから他にえっ、ー、に音楽家の人とか、 それから、えー、とあのソロあの、アメリカの,あの、えー、森の生活とかっていう本をあの書いたソロ、ね、今だとエコロジーのなんかと呼ばれるわけですけど、まあ、そういう、えー、人,人たち、さまざまなあの人が、まあ、その展覧会の中にあの選ばれてて、まあ、アバンギャルドの、ねえー、とロシア構成主義の人とかも入ってたり、ダダイズムもその中に。 ね、入ってたりしてるし、あの、サティとかもね、入ってたりしてるんですよ。エリック・サティとかも。うん、えー、だから、あ、そうだ。だからまあ、あの、えっと、えー、だから造形美術のところだけではなくて、なんか文化全体、文化全体の中で、その新しい提案。 まあ、新しい提案というか、あのー、さっきの、あのーえー、赤十字の人なんかも、まあ、音楽もやったりとか、えー、小説も書いたりとか、いろんなことしてるんだけど、え、M、あのもちろん絵も書いてるんですよね。絵も書いてるっていうかあのし、素人なんだけども、あのー、今、今あの、スイスの、あの、ジュネーブにある、あの、えー、国際赤十字の本部、本部の、 あの壁面にはその人が描いた非常に大きなドローイングが3点あの飾られてるんですよ。で、その3点のドローイングはまあある意味で言うと。その。まあ、今で言うと、そのあのエイブルアートに近いタイプのものなのかな？というかあの、あのキリスト。以前のあの世界があの始まってでキリストがあのやがて来る。終末期が来てっていうなんかその。 えー、新しいキリスト教原理主義みたいなやつをテーマにして世界の歴史みたいなやつを、あのーまあえー、書いてる、まあえー、世界史だよね絵、えー、というよりも歴史,歴,史の歴史をこう書いてあるんですよ。うん、でモーゼの時代があったりあのピラミッドの時代があったりとかずっ、うん、とそういうのは細かく絵に色鉛筆で書かれててなかなかあの。 うんまあそれ展覧会の時にも出てましたけどまあそういう絵が3点でかいやつがかかっててまあだからまああのね彼なんかまあその、えーえー、その人なんかがまああのー、赤十字っていうのを初めて、えー、作って、えー、やっていったわけですよね、えー、だからまあえー、っともともとが宗教的なところからまあだからあの 総語芸術の中に出てきてるのは、まあ、あの18世紀の終わりからの人があの中心なんで、えー、とどちらかというと新知主義とか人知学とか、まあ、そういうのの影響を受けた人たちが結構その中に多くいて、まああのまあ、だからまあシュタイナーももちろんその中にいるんですけども、うんえー、だからまあボイスもいたりします、うん、ヘルマニーチとかね彼なんかも。 えー、その中に入ってたりしてるということで、えー、っとやっぱりそのうんまあアートがまあさまざまなアートですよねだから造形美術ということじゃなくて森の中で生活をしていくその、えー、一つの,その生活の仕方とか価値観っていうか生き方とかそういうものを提示する。 えー、そ,そういうことによってその後の中でいろんなことが、まあ、現実今、えー、ソロの考え方に影響を受けたりする人とはたくさんいたりするわけじゃないですかエコロジーの始まりとも言われたりするわけでだからそういう、あのーえーまあ、人たちのやった,やったことも、えー、総合芸術なわけですよ。 赤十字作った人も赤うう、まあ、十字の人はなんかいろんな、あのーね、細か日本ではほとんどあの、あのー、百科事典じゃないけどそういうところを地名じて見ても、あのー、細かいことはほとんど出てない、えー、出てないんですよねだからそのカタログ僕もその、えー、とゼーマンのカタログの中に出てるものを、まああのー、読んだりして、えー、それで、えー、こんな人 こんな人がいたんだっていうことがね、初めて、えっ、ー、と、僕なんかも、えー、分かったりしたんですけどえっ、ー、とね、ちょっと待ってください。うんとうーん、アンディ・デュナンっていう人なんですよね。アンディ・デュナン。YMCA 作って、まあ、国際赤十字を作った人だけども、女性解放運動なんかもやって、最後、死ぬときは、 あの赤十字じゃなくて緑十字社っていうのを作ってるんですよ。緑十字社の緑の方は女性の,あの人たちが中心になって行うあの解放、まあえー、国際赤十字ののとはちょっと違う女性が中心になってやっていく解放運動みたいなやつなんですよね。まあ、そういうこともなんかそのアンディ・デュナンっていう人はやってて、他に、えっ、ー、と、えー、まあ彼なんか個人で、あの、 えー、個人っていうかな。まあ、えー、っと、お金もないので、えー、っと、演奏活動しながら、その演奏をやって、そのお金を集めて、生活費とか活動費に変えててやってたらしいんですよ。で、その、えー、オルガンの演奏もできて、えー、音,楽音楽のね。で、彼はその,その当時、この19世紀の、 えー、終わりぐらいの時にはあの、えー、ピロフォンとかっていうあのあの新しいタイプの,あのパイプオルガン。あのパイプオルガン普通あの空気でこうやるじゃないですか。であの空気じゃなくて、えー、とガラスでパイプが全部ガラスでできてて透明のガラスで,でそこにガスを入れてでガスをほら。 ちょっと火つけて燃やすと、ボッとこう音がするじゃないですか。光,光って、ボッとか言って。あのあの、ガラス管の太さとか大きさとか長さによって、その燃える,燃える瞬間にあの、ポッポッポッ,ポッとここ音がこう変わるわけですよ。で、<laughs> そういう楽器、<laughs> そ,うまあ、そういうパイプオルガンをあの当時できてて、それの,あの演奏家として、 で、ヨーロッパはずっと回ってお金を、あの、その赤十字を作るためのお金を <laughs>、あの、<laughs> 集めて回ってたとかね。だからまあ、まあまあ、そういうことが、まあ、総合芸術、まあ、えー、えー、ゼーマンが考えてる総合芸術で、まあ、だからまあ、ボイスが言ってる、その、社会彫刻っていうのと、ね、あの、やっぱり、あの、僕はなんかすごく類似してるなっていうな、えー、感じが。 してるわけですよそれからまあガウディとかもねえー、っと建築であのいろんなの作ってますけどもあの手中にはガウディのサクラダ・ファミリアの,あの模型が展示されててあのまあこの話聞いてる中にはほらサクラダ・ファミリアの,あのアントニア・ガウディが作ったモデルを見たことがある人がいるとは思うんですけれども あの僕も初めて、その,あの受精豆腐の展覧会場で見たんです結構大きい、えー、あそこの受精豆腐の、えー、吹き抜けのね、会場の上のところから吊り下げられてるもので、えー、っと、まあ、あの彼があの桜田ファミリアのために作ったプラン、あのモデルというのは紐、紐紐こうを無数の紐があってで、無数の紐を結びつけて、で、その、 えー、それぞれの紐をですねあの、下に下ろすために小さな砂袋つけて、その重みでこう,こう、ツリー状になった紐が天井からぶら下がってるわけですよ。すごくあのいろいろなふうにこう組み合わされたツリー状の紐が網,網というか。で、えー、とガウディは、まあ、あの教会を作るという。 うことでやっててで彼はその、えー、教会っていうのはあの精神世界のものなのであの物質的な世界の法則には従わない、うん、違う法則で、えー、精神世界は動いてるということで、えー、っと結局そのひも、えー、でこう吊るしてできた造形がありますよねそれをある意味でこうひっくり返しちゃうんですよね反重力。 その形が、あの、サクラダ・ファミリアの,あの形になるんです。うんだまあ、そういう考え方、そういうプラン、プランを彼は初めて提示してて、まあ、シュタイナーもそうだけども、まあ,あ、精神世界のあれで、あの、えー、っと、シュタイナーの場合は、あの、えー、ゲーテアームの、あの、スイスにある、あのね、ゲーテアームのプラン、モデルが出てて、あれのモデルの、 えっとちょっと大きなやつは、確か手筒があるとかなんかの田舎の方に今、まだ残ってるはずなんですよね。で、そあのせまあ、石膏で作ったプランがあって、あれはあの、ね、建築やってる方はまあご存知だと思うんですけども、こういう,こう丸い形のドームになってて、まあ、元はあれ全部木造で作ったんですよね。えー、1922年,年ぐらい木造で作ったんですよね。で だからヨーロッパつ、えー、日本を除けば、えー、アジアを除けばですね、おそらく欧米の地域で、えーと、最も大きな木造建築になったんですね、あれ。全部木で、えー、作ってて。で、完成をしたんだけども、えっ、ー、と、12月の、えーにえー、クリスマスの後ぐらいの時に、 あのスイスのドルナハで、まあ、完成はするんだけどもあの夜中にあのナチスの親衛隊があの特殊部隊がやってきてそれであの、えー、焼き打ちかけて燃やしちゃうんですよね全部で燃え全部燃えてあの木造だから落ちてしまうとでまあそのねシュタイナーがかあの提示したそのプランこう丸い大きなドームが二つ と一つ小さなドームこれがまあくっついた形に、えー、なってるんだけども、まあ、これもあのシュタイナーの,あのイメージの原点はどこかっつったらあのこれはあの人間の頭蓋骨なんですよね。人間のこう前頭葉のところと後ろこううあの後ろのところと前のところこのえ骨のこう形があの境界のフォルムにえーなってるんですよ。 でミクロコスモスとマクロコスモスの結合ということだけども、まあ、人間の頭の、ま、前のところの思考の部分と後ろのところと、まあえー、だから、まあ、そういうような、まあまあ、あの考え方だから、まあ、あのモダン建築あの、えー、ル・コルビジェなんかがやってたようなその国際様式という呼ばれたあの建築様式の建て方とはまるっきり違うわけですよね。あの だからまあそういうまあ考え方、まあだからまあとというまあそういう考え方があるんで、ああいう社会有機説みたいなことも当然彼は考えてね、言ったんだと思うんですけど、うん、まあまあそういうところからああいう建築物を作ったり、まあ彼の宗教的な、まああるいはオカルト的なあの考え方とか、いろいろある、うん、まあ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 、まあいろんな 他の人、大体、えっ、ー、と、まあ、ゼーマンの場合、まあ、これで大体全部で49人ぐらいだったかな、49人の人を選んで、その人たちの展覧会をやってて、なかなか僕の中では、すごくなんかあの、あの、記憶に残るというか、あの、刺激を大きく受けて、で、まあ、まあ、逆にそこ、そういうところからも、またボイスを見直すとかね、見てみるとか。 そういうふうになった。で、さっき言ってた、その、社会彫刻とかっていうのも、まあ僕はどちらかというと、その、あのー、ゼーマンが提示した、その、総合芸術。だから、まあ、造形、まあ、造形的な領域だけじゃなくて、まあ、あの、こう、思考、思考して活動する。だから、まあも、本来のアートですよね。あの、人間が。 紀元前からやってきたアート活動、<laughs> あの、道具を作ったり、言葉を喋ったり、こういろいろやる。<laughs> その本来の、あの、あれ、えー、捉え、ね、あり方を捉えてるんじゃないかなと思って。う こうや,っぱ考えやっぱりき伺ってると社会彫刻っていうのは思想なんだなというのがよくわかるんですけども面白いのがそこにやっぱり何か音楽で音楽と結びついていたり造形と結びついているという点で、うん、まあ日本だとそれを美術の文脈として受け取ってしまったという流れになっちゃうんですかね。うん美術の、まあね、そこはね今 アートっていうなんか僕なんかはあれでしたよねそのハラル・ゼーマンのまあその総合芸術っていうかシュタイナーが言ってるようなその,あのまあアートというかそういうのも考えるとあのやまあ近代以前のもっと前のもっと前の,あのそういう人間が、まあ、紀元前ぐらいからやってきてる活動みたいなところ、えー、そこではあの道具を作って 作ったり言葉,言葉も、あのー、アートなわけですよ言葉を使うアートがあの詩であったりあるいはあのあの論理学だったり修字学だったりするんでまあ,あの原始時代とか文,文化人類学なんかの中でも、えー、ジ,ャジャングル生活ねずっと、あのー、原始的な生活している人たち国家がないその人たち。 小さなグループで生きてる人たちの中リーダーとかいるわけで,すでリ,ーダーリーダーの資格の一つに人を納得させる力があるそういうふうに喋れる人っていうのはあの喋れる力を持ってるっていうのは必要なんですよリーダーあの周,りの人周りの人にいろいろなことをこうちゃんと言って周りの人の気持ちをいろいろなものをこう代弁しながらこれをあの一つにこう,こうじゃないかこうじゃないかってみんながそう,そうだよねそうだよねつって。 でみんなが、ああ、お前が言ってることは、うん、そう分かる、分かるみたいなそ、そういうような言葉を使うアートができる人。<laughs> まあ、でもあの、アイヌの民族の話で、こう何誰が蝶にな長になるかっていうときに、木彫りが上手な人が長になるっていう話をちょっと聞いたことがあります。うんそう あのなので、なんか少数民族の中で、やっぱり一芸に秀でてる人、で、そういう人が器用、手先が器用だから狩りがうまいとか、やっぱそういうのにつながるのかなと思いながら、なんかある種、ちょっと納得して聞いてしまったんですか。ああ、そうそう。あの、えー、っと、なんていうのかな、まあ、ちょっと僕、こま思ったのは、あの、あれですよ、この、えー、っと、坂本龍一が、ほら、この前亡くなって、えー、っと、まあ、ロダンが言ってた言葉かな。あの 芸術は長く人生は短いとかっていう言葉を残したっていうのがあるじゃないですか。あれはもともとはもっと古いあの中世の、まあ、ラテン語の方に戻っていくわけで、そうするとラテン語の時代だとアート,あのアートじゃなくてアルスっていうか、まあ、そあの時代だと、まあ、ある種のさまざまな技,技術ですよね。技術っていうか、でもまあその古代のギリシャまでまた戻るから、もともとあれ、 何とのソフォクレテスかなんかのお医者さんだった人の言葉なんだよね。うん、もともとあのお医者、まあ、古代の古代ギリシャで、まあ、医,者医者の始まりみたいなことをやった人が言った言葉らしいんで。だからベタに直しちゃうとそのじゃあ、医術なのかっていう。 医術は長く、あの <laughs> 人生は短いって、そういうことかって。いや、そうじゃなくて、昔の時代は、シャーマンっていう人たちは医者なわけですよ。だから、おそらくそ,その流れのアートなんだと思うんですよ、僕は。うん、うん。だから、もともとはその、さっき言った一芸に秀でてる人たちとか何かっていうのは、ただ単に一芸に秀でるだけじゃなくて、シャーマン的な能力というか、そういうようなものを持ってる、持ってて、かつ、 あの一元に引いててなきゃいけないんだと僕は思ったりするんですよアートをやる人の条件っていうのはなんかねそ,そんな感じがするのはあのいや一つはなんか旧石器時代とかなんかでほらあの石で矢尻とかとかいっぱい出てくるじゃないですかあの石で作った斧とか石斧とかえっとあ,あいうのってすごくあのよく見ると。 すすごくきれいに作られてていいるるももののが多いんですよね残ってるもの粗雑じゃなくて、やっぱりちゃんとあのきちんと作られてるなみたいなあのい,いい形に。で、ああいうものを作るその感性とかさ、だからあのあの今は、まあ、まあ、文化人類学とか考古学の方の人って言われてる、よく言われてるのは、じゃあ誰もが石を持ってきて、パンっつって石を割れば、石が割れて、ある種のその形になって、 誰でもできるかって。いや、そうでもないんですよ、あれ。<laughs> ああいう綺麗な形にするのには、かなりその熟練がいるわけですよ。偶然もあるけれど、かなりちゃんとその、こう、こういう風に投げれば、こう割れる。いや、こうやれば、こう割れて、こうなるだろうっていう、その、頭の中で一つのその、類似累類似性類型っていうか、こうなるだろうと見通し そういうものがないとああいうようなあの綺麗な形が作れないんですよね。そ,そうだからやっぱりその作る、えー、技術作る感性というかその感覚、うん、あの思考だからまあ思考する能力もあるしその感じる感覚、うん、まああのまあ ね、そういうのをほらギリシャ的にこう後になれば「神前美」とかって言うんだろうけど人間,人間が持ってるあのなんかやっぱり旧人類から新人類にこう変わった時に人間が用いた能力、えー、美,美的な感覚を持ったりあるいは論理的なあの思考能力を持ったり、えー、できるそういうようなその前の あの生物、まあ、前の生物とかしかけど、前の時とはちょっと違う、まあ、人によってはねあの、最近の研究者の人では、あのえーまあ、嘘嘘っていうか、まあ、詐欺師というかさ、人間嘘を嘘を信じれるようになるっていうかさ、うん、ありえないものを信じるってうさ、うん、言葉によって未来のことを言ったり、言葉によってないものを言ったり。 ないものあるように信じるっていうか、まあ、抽象的なこうことですよね。そういうようになんかあの思考できることでもこれあのこういうのが進んじゃうとやっぱりあのだからやっぱり人間が進化するこう前のところからちょっと進化した時にもうちょっとこうもうちょっと違う方向に進化しちゃうとみんな人間気違いになっちゃってこれはあの恐らく生き残れない <laughs>。 種族になったと思うんですよ <laughs> それがまあちょ,ちょっと気違いみたいなものも持ちながらこう踏みとどまってるこの微妙な微妙なところに人間が立ってるんであのこの <laughs> 生き残れたんじゃないのかなと。いや僕なんか最近そう思いますよなんかねだからあのえー、っとうーんそのシャーマンみたいな人たちの中にいろんな能力があってそのさっき え、ものを作るとかいうのもあるけども、例えば自閉症の子供とかが、パターン認識なんかがすごく他の人たちより僕らなんかにもはるかにずば抜けてるじゃないですか。ああいうの教えなくてもできるじゃない。だからああいうなんかず、ずば抜けた、ああいう能力を持った人が僕はおそらく星座、星座を、えー、考えたりとか、ま、ま、手紋っいうか宇宙の 奇跡だからど、僕らはどんなに考えてもそんなこと思いつかないし、頭の中にそういうパターンなんか絶対あの出てこないですよ。やっぱり,やっぱり自,自閉症的な、ああいうすごい特殊能力持っているような子、だからああいう人たちがやっぱ原始時代というかその、えー、昔にもたくさんいて、そういう人たちじゃなかったら気がつかないですよ。だってシャーマン、ね シャーマン的な人たちであってかつそういう能力を持った人があのやっぱりあの一,一つのこうあの、まあまあ、神話を作ったりじゃないけど、まあ、生きてる世界と死後の世界となんかそういうような一つのこの世界の一つのシ,システムというかあれを、えー、考,え考え出してで自分たちの位置自分たちはこういうところに生きてるんじゃねえかみたいな。 なんかあれですよね、その自閉症の方とかって、ニューロダイバーシティって言って最近、あのやっぱりその発達、これはあの、要するにディスオーダー、障害ではなくて、その遺伝子の多様性なんだっていう運動を発達障害だとされている人が言われていて、本当にそうだなと思うんですよね。で、それ、なんていうかな、やっぱり、なんか、発達障害みたいなものが出てくるのって、やっぱり社会の中の正しいっていう、そうだと思います。 本当に。うん、だからよくあのあの、ね、昔のアメリカ・インディアンなんかの本とか読んでると、結構その今でいうトランスジェンダーみたいな人とか、それからやっぱりその今でいうそのちょっとこう自閉的な感じの人とか、ちょっと、えー、統合失調症的な人とかがやっぱりいるわけですよ、中に。なんか性が2つ分かれてない、第3の性とか第4の性があるそういう人がいい そういう人がいて、でもそういう人が、まあ、今の僕らの社会のような感じで排除されなくて、むしろその,その社会の中では、その社会の中の役割、役割があって、勝っていっててて。いいぱ生きそうですね、だからその,そのボイスの社会彫刻の話に戻していくと、なんかやっぱり。うん なんかそういうふうにこうやっぱ日本資本主義の時代ってやっぱその正しいみたいな枠っていうのかなそれがなんかすごく狭められたりこういろんなものが分化したり分化しすぎてしまってた社会をもう一回なんか取り戻そうとしてるみたいな印象をちょっと持ったりしていてそれでこうですね、はい、で今いろいろちょっといくつかコメントみたいな形で頂い,いてたりもするので是非いろんな皆さんにとっての、まあ、今回参加してる方にとっての社会彫刻みたいなものもちょっと お話聞けたらなと思っていて、今、井上さんが今あの、直接ボイスと出会ったことはないんですがっていうあの、社会彫刻っていう概念に出会った時の驚きっていうのを今、コメントをくださっていて、もし、あのこれ、なんか少し、どういう場面で社会彫刻っていう言葉を知ったんだろうとか、ぜひちょっとそのあたりコメント聞きできたらと思うんですけど。概念がすごく面白かったんですね、プラスティックの対象っていうのは、ボイスも言ってたと思うんですけど。 あと、あの、ボイスの言ってた言葉で、こっちに来たときに僕それも聞いてないんですけど、あと、彼が言ってた言葉の中で一番そうだなと思ったのが、お前らアーティストたちよりも、その飛行機作ってる技術者たちか技師たちの,あの方がはるかに素晴らしいという言い方をしてたことがあるんですけど、それも、あの、すごく共感を持ちました。で、うん、えっと、まあ、アートやってない人がアートについてあれこれ言うのは、 あのまあいいんですけれどもあえてちゃんとアート、えー、ちゃんとという言い方あれですけどもええてやってきた人の内側からその自分たちよりも、えー、そうした声を聞くってる彼の言葉ですけども人たちの方が尊いんだっていうのは、うん、あのまあいろいろ挑発的なこともあったと思うんですけどもあの非常に自分としては、えー、とちゃんとしてるなというか。あの アートアートっていうんじゃなくて、えー、とアートが社会の中でどういう位置にあって他の技術とどう関わってどう違ってっていうふうなところまでいろいろ考えさせてくれたのであのすごくだからその辺は、えーとうん、影響を受けました。うん、で今先ほど、えー、と白川これ僕こ,この田山さんのこの、えー、と社会彫刻の話に参加したのは、まあ、白川さんのお話いろいろ聞けそうだ まあ、遠いですから聞くことない。<laughs> それと、<laughs> 宮崎賢治の農民芸術論、どこか最初に引っ張ってたじゃないですか。で、はい、結局、それほとんど出てこなかったので、まあ、ちょっと忙しかったということがあって、あの後ろに引,き引いてしまってるところがあるんですけども、あのー、日本の社会彫刻っていう考えるって言った時に、なんかその辺のこともいろいろ教えてもらえたらなというのもあ,、うん、あるんですけど、ちょっと出てきてなくって。 あの今の,あのなんか、えー、ソーシャルエンゲージド的なものの方がまあたってきてるのでちょっとあの欲しいなと思っているところです。ありがとうございます。えっと宮沢欽次の社会彫刻あじゃ農民技術論をこう引用したいと思った理由がですねセブン・サウンドヒューマンズをやっているときに。 なんかこの考え方って宮沢賢治に似てるなということをふつふつとところどころで思ったということがありましてであのこれって宮沢賢治の考え方にも通じるものがあるんじゃないのと思って紐解いていったらやっぱりそういう農民芸術運動はその通社会彫刻と通じるところがあるとおっしゃっている専門家の方もいらっしゃるってことが分かって。 あのぜひゆくゆく取り上げたいなと思っているところでまだ私たちもやっていきたいことを一つ一つやっている段階であのこ今後ぜひ課題というかあの研究としてあの触れていきたいなと思っているところです。<laughs> ありがとうございます。あとこのあたり水谷さんの話が伺えると面白いかもっていうことを京子さんがあの教えてくださっていまして水谷さんあの よかっったらちょっとお伺いでできるでしょうかはいですいろいろと知らないことだとかあの白川さんのお話が聞けてすごくよかったです。あのまああの終わってないですけども。えー、本当にあの人間にあの障害者といってこう社会が排除し,してしまっている存在の中にもたくさんの無数の可能性があるというのは全くその通りだと思いますし。えー そうですね例えば何もかも自動改札にしても自動販売機にしても何もかも右利きの人用にできていて左利きの人になかなか不親切な世の中で左利きの人の死亡率が右利きの人の自己,あの自己死率ですねがぐっと左利きの人の方が高いとかあのいろんな、まあ、可能性をこう持、まあ、つ。 潰していくことでしか社会というのは成り立たないのかどう,どうなんだろうとかっていうことも思ったりとかそうですねで個人的な社会彫刻っていう言葉に出会ったのは多分大学生の頃だったと思うんですけどもまあ決定的に感動した経験があるというよりも何かまあいわゆるボイスが意図した内容であったりとかだとかあのボイスの影響のベクトルとは違うかもしれませんけどもまあ非常に 僭越な言い方というか、勝手な解釈になりますけども、何かこう当時自分が考えてたことだとか、感じていたことを何か言葉にしてくれていた、くれたような、そういう言葉に出会ったというような感覚があって、それ,それっていうのはあの、何でもかんでも人間がやることなんすけど、僕はこう表現だと思ったんですね。それがアートかどうかっていうのはともかくとして、えーまあ、どんな体験をして、どんな顔をした人が、どんな髪型で、どんな服を着て、街を歩いているのか。 どんな声で、どんな言葉で、言葉遣いで、誰に何を話すのかっていう、そういう人、もう本当に人が人間がやることなすこと、全部、えー、表現だと思ってましたし、えー、そしてそうした集まりで社会ができている。ということは、こう人間が、我々一人一人が社会をこう今作ってるという、そういう意味でこう社会彫刻あの、彫刻としての社会っていうものをこう連想したんですね。 誰もがこう社会をより良くすることができるという言い方ももちろんあの依存はないですけどもけあの、まあ、誰もが良くも悪くも世界を想像してしまっているというような言い方もできるような気がしていてで本当に結果としてどんなにこう自分の意に沿わない社会が出来上がってたとしてもそれは自分たち一人一人が作ってるっていうそういう何かこう意識の変革みたいなものを促す。 ような言葉としてあの、社会彫刻であったりだとか、誰もがアーティストであるという言葉について、僕はこう、考えてきましたし、まあ、だから、いわゆるアートという、アーティストとしてやってますけども、あのアートというよりもあの表現について、僕自身はちょっと考えて、いろんなことをやってきて、なぜか今、地域おこし協力隊などをやっているというところでございますという、うん、<laughs> そういう、すみません、ちょっと長くなりましたけども。 あの興味深いなと思いましたあの。私自身もアーティストとしてやってきましたけどなんか似たようなことを考えたなということを思って自分のやりたいことはアート果たしてアートなんだろうかと思いながら今も <laughs> やってあのただ日本でこう何ていうのかな私のやりたいことを受け止めてくれる土壌が今のところアートしかない。 アートという形に収まったうまいこと収まったというだけであって私もなんかそんなことを思いながら伺ってましたで学生の時に出会ったということですしあの今聡子さんたちは皆さんで聞いていらっしゃるんですかね大学生の皆さんたちは今日のお話を聞いてこう何か感じられたり感想を持たれたものがあったら是非聞いてみたいなと。 社会彫刻は今日集まっていらっしゃる大学生の皆さんは皆さんご存知だったんですかね皆さんご存知でしたかはい。いや, <laughs> いやみんな聞いてますよ、ちゃんと。ありがとうございます。みんな静かに聞いてました。皆さん意見言ってください。なんか軽く一言ずつでも。 社会彫刻について社会彫刻という言葉を知っていた人知ってました,ましたみんなみんな知ってましたそうです一人だけ知らない人だけ知らないですあのい人だけで知らない人だけで知らない人だけで知らない人大学でその言葉をき大学いで知らない人いたんですらねそれとも何かその前から こう知る機会があったんですかね大学で,す大学でこれ何か美術史的な授業とかで話になったんですかそれとも普段美術,美術史よりかは好評とかで言葉が出てくることとかが時々あったり <laughs> 大学の先生に作品のこととか聞いたときに、まあ、ボイスの話されたりとか、まあ、一応、うん、ボイスが筆頭で出てくる感じですけどそれで。 は聞いてましたそうなんだ。ちなみに私の時代はそういうの全然なかったような気がするな。<laughs> 私もなかったです。2015年卒業で。ですがああの、大学で教授が社会彫刻があってねとか言ったことはなかったと思います。<laughs> でも私自身はそのボイスが芸大に来た,は言ったんですよ、あの体育館に。ボイス に対してすごく興味のある人は周りにいっぱいいたけれども学校の先生とかそういう話を全然しなかったですね。うん、チャットの方で熊谷さんも面白いあのことを書いてくださってるなという気がついたんです。しでいしはい、あ,の <laughs> ありがとうございます。あの結構こうす 社会彫刻っていうところとまたあの少し関わるところかなと思うんですけど、私はあの専門がいろいろな文化芸術事業の,あの事業評価だったりということで、まあ、その価値を えーまあ、文化芸術に関わる人の外側の人に分かるようにいろいろ調査したり、えー、数値化したりとかも含めてやっていくっていうことをやってるんですがで最近あの芸術文化の価値とは何かという、まあ、イギリスで出た本の、うんえー、日本語訳を中村美也さんあの九州大学の中村美也さんが出されて翻訳本を出されたんですけども、まあ、結構面白い本で <laughs> あのかなりその社会的な 領域に関わるような、あの、アートの持つ力みたいなことを、こう、いろんな角度から分析されているんですが、まあ、その中で市民参加に関わる部分っていうのが一生割かれてまして、うん、で、でもアメリカでかなり、こう、後半にやられた調査の、 事例がこう引っ張られてるんですけどあの、まあ、アート活動に関わる人の層と市民活動に積極的に関わる人の層は、まあ、因果関係相関関係などは全く分からないけれどもかなりレイヤーがかぶっているということがデータで上あの出てますっていうところがあるので何、うん、かこういろんな面でクリエイティブなことをやったりする人たちっていうのは市民参加にも積極的な可能性が高いという、まあ、どっちがあの鶏卵か分からない。 わかんないんですけども、だかそんなことが出てたりするのはすごくあの実感としてあることがしっかり調査でも出てるというところが面白いなと思ったというところです。うん、そうですよね。いやなんか今のあのー、な芸術文化の価値のまあ、あれで市民市民運動とかあのアート活動がまあどっかでこう重なったりするっていうのはあれですよね。昔ねまあ あのアートっておかしいけど、今にニエるカントが生きてた時代っていうか、彼が判断力批判とかっていうのを書いて、ねまああの、最初の美学っておかしいけども、えー、そういう感じの本なわけですけど、あれは趣味について書いてたわけですよね。で、あの中,中世ぐらいとか、まあ、18世紀ぐらいまでは趣味、まあ、 翻訳さ翻訳である趣味っていうふうになってるんだけども結局あの内容はどういうのは、まあ、どういうのかっつったらあそこでカントの判断力批判で出てきて問われてるのは美的的ななな問問題題じゃなくて道徳的な問題のこともあが多いんですよ、うんえー、だからまあさっきの「親善美」じゃないけどもあの人間の声にずっと戻っていくと。 人間の美意識みたいなところと道徳意識みたいなものがかぶさっているところがあるんですよね。うん、うねベンヤミンとかああいう人はあのエ,ティあのエステティックの,あの,あの、まあ、最初のギリシャ語の意味っていうのは感覚の学問っていうかそれが元のあれでその,感その中の感覚ってやつは道徳みたいなものも含まれるわけですよ。善,善悪みたいな。だから あのえー、とマナーとかそういうものもアートなわけですよ。<laughs> 立ち振る舞いとかいいやつもアー,トアートなわけですよね。えー、なんかまあそう,いうそういうことをこうふっと考えるとそのあの、まあ、アート活動とその市民活動みたいなところがリンクしていくっていうのはやっぱり根っこのところがあのそういう意味で人間の,あの、ね、本来的に持ってる 部分がつながってる本国、うんうん、と美とねその辺がこう結びついてるところがあるそういうのがあるからだろうなと思いますよきっと美意識も時代ごとにいろいろ違っただろうしでもだからこそマナーがその国によって違ったり文化によって違ったりということは全てその生きてきた人たちの美意識に従って作られてきたっていうのはすごく分かります。 理だからまあその美意識が微妙に変わると生活意識も変わっちゃうし生活の仕方も変わっちゃうわけですよ。うん、だからその市民,市民活動が目指してる今とはちょっと違う生き方今とはちょっと違う社会っていうのはそ,そういうちょっと違う美意識 <laughs> だからまああのねアート活動やってる人たちが求めてるあの 今ではなくて、もうちょっと違う新しい美意識っていうのが、やっぱりあのそういう次,次の生活の,あの、まあ、道徳っておかしいけども、そういうものともあのかぶさってて、先行してるんだと思いますよね。ね母さん、おそうですね、技術の文化の価値とは何かという部分。うん ありがとうございます。結構なんか感覚的に感じてることのエビデンスを一生懸命集めてる本なので <laughs>、そういう,こうアプローチもあるんだっていうのが面白いかなと。<laughs> はうんそうですね井上さんがチャットの方に、えっと、芸,芸術文化とよく言われますが、違和感があります。芸術は文化ではない、文化はそれこそ土地の上で行われるが。 芸術はそれ以前やそれ以降の大地に向かうものと考えていますというコメントをくださいましたあのこの流れで京子さん自身の出会ったタイミングとか今皆さんに伺ってる話ってもう出会った時とそれをどう受け止めて今につながってるかって話がもうミックスされてると思うのでもうこの緑の付箋だけで進めていいかなと思ってるんですけど、うん、私は、えー、と社会彫刻は学生の頃に あの確かその言葉を知って私が学生だったら90年代前半なんですがだから80年は私まだ子供でえっで、と、芸大のは聞いていないんですけどムサビの、えっと、なんだマスターコースに行ってる時にあの書庫に入れるっていう特典があったのでそこでドクメンタのカタログを見てなんだかこのドイツのこの動きってなんかちょっと違う感覚だなというのを。 こうぼんやりとあの受け止めてこれなら私にも分かるかもみたいなそれで、えー、美術館とかで展示をしていたんですがどのように私のビジュアル言語で人に語りかけられてるかに疑問を持ち始めたのが2000年頃でそれで、えー、2008年ぐらいから、えー、もっと現実社会でのコミュニケーションツールに。 なるまあそれこそ「境彫刻」って言葉がその頃をこを拡大してきていて私の頭の中でそれで、えー、まあオーラルヒストリーを集めるその地域研究であるとか、まあ、生きていること自体が美しい一番美しいことだと私は認識しているのでそれを同時に活動してきた。 あとは、さとこさんのお話があまりちゃんと聞けてない気がしちゃって、うん、なので、さとこさんも本当に地域研究から何から、あのヨーゼフ・ボイスの講義には行かれたということなんで、そのなんの流れも伺えたらいいかなと思,思,い,ます思いました。さとこさん、ぜひ、私もあの、その、ボイスの,あの講演を、 調べてもなかなか実際どういうお話をされたのかなというのがわからないでいるので、佐藤子さん、ぜひそのあたりに教えていただけると個人的にはとても嬉しいです。えーっと、白川さんも言われていたような,なんかその人類がこうもともと動物,か動物っていうか、まあ、言葉もしゃべれない状態から言葉がしゃべれるようになったりとか道具を作ったりとか。 そういうのってやっぱりそれが本当に必要だっていうことがなんかこう経験でなんかこう経験の中から生み出されたっていうかその何もないところ今までなかったものを作り上げるみたいなところがあってアートっていうとこう、まあ、小学校なんかから習うのは絵とか彫刻とかそういうものだけどアートという名前をつけただけであって それアートっていうものが表す言葉っていうのがその人間がこう作り出すものその時代その時代であの必要なものっていうか例えば宗教画とかはそのアートの歴史の中にあるかもしれないけどそれはその宗教的なもので必要だったものであったりとかあもうちょっと遡るとヴィ、えー、ーナスみたいなあのこう 土器みたいあああいうものを作ったりっていうのはそれが本当にその時代に必要なものだったっていうその時代その時代に必要なものがあの今の人間がアートっていうよ呼ぶよあの名前を付けただけであってそういうものがあの社会彫刻なんじゃないかなって。 っていう風に私思ってソロがやってきたこととかもあの別に何かものを作るっていうわけじゃないけれどもそのソロが生まれた時代って江戸時代なんですよね。江戸時代ってもうそもそもものすごいエコな計画をしているって私たちから考えると思うんだけどそれでも彼の感覚ではもうあのそれまでの時代とは違う時代に入ってきてこのままでは人間は駄目になってしまうみたいな感じで。 そういうあの手作りの生活をやってみようって思ったみたいで、何もないところから自分でこう生み出すものを考えてみたいって、うん、努力するところが社会彫刻なんじゃないかなって思います。ありがとうございます。<laughs> カルロルス・カスタネだって私、大学時代、その1982年頃、大学で呼んでました。<laughs> <laughs> そうですよね。<laughs> もう本当に大好きであれ、吉見さんっていう、あのね、あのあの東大に出てた、まあ、社会学の人、あの人がペンネームであのいろいろ解説書いたりして、うん、共同体の問題とかあの、ね、日本の社会学の始まりみたいな感じのあれですよね。うん 私、その美術の歴史とかも全然そう、ちゃんと勉強したことがなくて、もう感覚でしか生きてないんですけど、うん、<laughs> あこれ面白いみたいな感じで、あのソロンもすごい大好きで、カスタネダも大好きで、うん、美術の美術館に行って、美術見るっていうのはすごい苦手なんですよね。<laughs> <laughs> ちょっと私もその気持ちわかります。<laughs> なん,かなんでこんなにおとなしくいないといけないんだろうみたいな気持ちがありますよね。あと作品がやっぱりこう生活の中にあったものがホワイトキューブに区切られてしまうというのもあの発明なんだろうけど結構個人的には違和感があるっていうのがありますね。うん、なんか私も、まあ、美術史を大学でやってたんですけどやっぱりなんか美術館という も何か一枚の区切られた絵があのポータブルなものとしてそこにあるっていう時代がどれだけ限られた時代の産物かっていうことをやっぱすごく実感していてなんかそうですねなんかこうなんていうかな,こうなんでこんなにこう離れ逆にこうむしろこんなに社会と離れたようになってしまっているのはむしろなんでなんだろうっていうのがこう私は。えー 大学に美術し、まあ、美術に興味を持ってなんかむしろこう美術が自分の社会にとっての社会との接続地点だったみたいな気持ちもあったりしてなんでこんなに社会の隅っこにいる気持ちになってるんだろうっていうのが結構なんか今の活動の原点にあるような気がして学生の時にちょっと変なドローイングを書いたんですけど、うん、美術館の間どっかの美術館で見た間取りを書いて そこをみんなが規則正しくこうこう順番に並んで見ていく様子をがなんかすごくおかしく笑えてきた時瞬間があってなんかその時の日記のようなことを書いたドローイングが学生の時にあったことを思い出しました。美容だなと思ってどうしてみんな絵を順番に見るんだろう <laughs> と思ったことがありましたね。なんかあれで あれかな、なんかその、今、西田さんが言ったあの、まあ美術館、美術館っていうのに作品が、まあ、入ってしまうというかあのうん、名前ちょっと忘れちゃったけど、やっぱりあの、まあ、そ,そ,その辺のことをちょっとこう研究してる人、ね、書いてるな、えー、日本の研究者の人っていたなと思ったのは、あの やっぱりあれですよねその、えーと、18世紀の終わりぐらいにあの、政教分離っていうか、そういうのが始まる、まあ、きれいなあの、政教分離が行われてしまって、えー、結局、まあ、政治っていうか、そういう領域が宗教の領域から離れるっていうか、だからまあ、それまでは、あの教会とかに、 まああの、まあ、さっきの親善 B じゃないけども、えー、そういうものが教会が一応統括し,してるようなあ,のあれがあったのが完全にあの教会の権威がなくなってきちゃって、えー、まあ国っていうかね政治政治というかそういう領域が自立してくるとまあそれ近代ということですけど。 おそらくそうなってきたときに教、教会が持ってたあの権威が政治に移って、で教会が持ってたあの美のところのもの、これも奪われて、これが美術館というところに収められてしまう、そういうあの形じゃないかなと思うんですよね。で、えーと、それが美術館に入っていくのと同時に、その美についても、 価値、貨幣あの、価格が決まっていくような経済ときちんとそれが結びついていくっていうかそういうのが近代になって始まっていっちゃったんだと思うんですよ。だからあの、まあ、まあそういうのを研究してる人がいてなかなかそれでそういうあのあれ、まあ、流れっていうかあのえ美の領域が。 あの教,まあ、教会というか、だからかつては教会は人が日常に集まる場所だったわけじゃないですか。お祈りをしたり、何か、まあ日本のお寺もそうだけど、何かがあると集会、集会場みたいな感じで、そういう場所があの近代になって消えちゃったわけですよ。で、えー、と美術館ができたり、オペラハウスができたりして、<laughs> あの音楽も。 教会じゃなくて、オペラハウスみたいな、そういうところがちゃんとできて、こう、美術館もできて。ね、だから音楽の方は、そういう風なオペラハウスができる形のあれで、えー、結局、なんていうの、さっきの音楽の様式も変わっちゃうわけじゃないですか。オーケストラみたいなやつができてくる理由は、そういうすごく広いオペラハウスのような場所で、 大きな音で音楽をやる、まあベートーベンとかね、ああいう人たちが出てくるというか、だから交響楽みたいなで、オーケストラが必要で、教会の場合だと、あんなそんな人間いらないわけですよね。だからやっぱりだんだん作曲のスタイルも、まあだから、変わってくるというか、まあ、音楽も変化していくと、さっきのその、えー、っと、えー、文化的なあの、芸術文化の価値のあれっていうのは、<laughs> 生活の仕方と、<laughs> そういうのとこう、か で関連してるわけですよね、おそらくね。うん、水谷さんがさっき京子さんにダイレクトメールで送ってしまったというのが、<あ>技<術>井上さんすみません、井上,ん井上さんでした、失礼しました。えっ、ー、と、技術と文化という言葉を一緒にすることに違和感があるということをおっしゃっていて、うん、まあちょっと今の話ともリンクできそうなので、うん、あのさっきね、あの詳しくおして 直接、井上さんの言葉で聞けなかったので、少し伺ってみてもいいですか。はい、かえっと、あの、それもそうなんですけど、今の白川先生の話で、えっと、僕はずっと気になってるのが、まあ、美術館の話でね、うん、皆さん、あの、カトルメールド監視って知ってますかね美術師の方は知ってるかな、うん、っていうかね、えっと、誰も、なんか、彼が言ってた、あの、美術館ができて、 美術はどこに向かうのかっていう、819年に書かれた本があるんですけど、彼は建築理論なんだけど。うん、であの、当時、えー、美術館があちこちに出来上がってきて、美術家たちがそっちを向けて作品を作るようになっていくことに関して、彼はやばいって言ってるんですよ。うん、で、とても重要な本なんですけども、もう全部それ踏みにじられて、みんな無視してます。で、えー、と美術館に勤める人にみんなまずそれを読めって言いたいんですけども。 あの、美術は、えっ、ー、と、ま、今ちょっとそこの手元本ないんですけども、ものすごく今の状況を、1819年の時点ではっきり把握してたんですよ。うん、これができていくことで、美術家はどこに向か,って向かっていくようになるのかということ。その経緯っていうのはね、ものすごくこう、まとえてて、自分の中で、まあ、ボイスの影響もあったんですけども、 カトルメイド監視のその経験ていうのは、ものすごく自分には大きいですね。まあ、もちろんあの、自分もギャラリーとか美術館で展示頼まれたりしますけれども、美術の場所ってそこだけなのかというふうなことはあ、美術家全員が買い込んでいかないといけないと思うんですけど、でもほとんどそこはもう通り過ぎられて、カトルメイド監視の顔もみんな知らないでしょう。知らないでしょう、きっとね。あのフランス語でしかな,ないのでも、もうん、あの日本語になってないんですけども、 だい,ぶま、だいぶもう前なんですけど、僕、カトメイト監視のディスラション・ドゥ・ラウというやつを踏まえた、ちょっと論文みたいなものをし、えー、何だか,ななんか頼まれて書いたことがあるんですけど。今、西田さんが本の,あのリンクを送ってくれたので、うん、あのポストイットの方にも通します、なんかあの、あと別の方ですが、なんかし、福井大学の方が、うん、白井。 ちょっと直接それに言及されているかわからないですが、こう福井大の先生がカトルメールド監視の論文を出しているのが落ちてましたので、うん、それも興味深いです。かなり重要だと私も思います。あのーまあ、美術館、ミュージアムが何でできたのかということを調べたときがありまして、<あ>まあ、そうなんだ、あのー。そうですね。なぜあの私、幼児教育のこともちょっとやっている幼児の美術、えー、と造形遊びの 話をしてるんですけど、じゃあの保育園の中に絵を飾りましょう。飾るって、でもそもそもどういうことだろうっていう話を保育士さん向けにしようと企画を立てた時があって、まあ、その時にやっぱり美術館の役割って重要だよねと。で、私のそれまでの知識としては、まあ、戦,争で勝て戦争だったりで勝ってきた戦の戦利品をどこに収蔵するかというところで、 あのそういう建物が建てられたというところから入っていたんだけどよくよく調べていくともうちょっと個人レベルの収集形のコレクションとして箱をまず収集展示室のようなものが出てきたというところがまあ美術館の始まりだろうみたいな感じの情報は見つけたことがあってそうなってくるとやっぱり収集されるという。 ことで収集されたい人たちが収集されるためのものを作り出すっていう状況が生まれるんだろうなということはちょっと思いましたね。で、私あの子供たちが作るものっていうのはかなり今の話で言うと社会彫刻的と言っていいかと思うんですが、あのまあ、遊びのために自分たちが欲しいから作るっていう制作動機なので。 あのまさに自分たちで文化を作るためにあの工作をするそのための技術はやっぱり必要だから私のような人が携わるということで保育園に行ってましてなので、うん、建物の話もすごく重要だなと思いますその建物ができることによって人間の動きっていうのがかなり影響を受けてしまいますね。あちょっといいいかなはい なんか今のそのコレ,コレクションっていうかあのー、あれですよねそのコレクションっていうのもまああのアートといえばアートの一つ領域の一つであのネアンデルタール人からすでにコレクションっていうのは始まってるので、うん、あの人間が何かをやるまあ他の動物と違う形である種その えー、に人間が見て面白い興味を引いた引くものそういうものを集めるっていうかそういうことはネアンデルタル人から始まってるんですよねでやっぱり洞窟がとかああいうふうなところの中でもそういうようなものが置かれてたりするのであの、まあ、コレクションしていく集めるっていうのがあ,のあるしそれからさっきのその、まあ、美術館っていうか えー、あれはも、まああの、ちょっとなんかあ,のあれかもしれないけども、もともとそのほら美術、美術館っていうミュージアムっていう、ね、もちろんあの皆さんご存知だと思うけれど、あのミュージアムっていうあの言葉、えー、昔のアレキサンドリアにあった神殿ですよね、ディゲイの神様を祀る神殿、それを。 ミュージェオンって呼んで、そこ、それがミュージェオンの語源になってて、うん、その、あの、えー、アレクサンドリアにあった、あの、神殿は、まあ、多神教のあれですけど、神殿、神殿っていうか、まあ、昔から、これ、中国もそうだけども、ああいうインドもそうだし、あの、古代の国家のああいう場所っていうのは、神殿、神を祀る場所の横に並列して、 図書館とか動物園とか植物園とかあの、えーまあ、今美術館とかって宝物でそういうものがこう併設されてみあったわけですよね。えー、これはまあ古代インドもそうだし古代中国もそうだけどやっぱりあ,のああいう、まあ、こういったら悪いけどあの世界を支配する、まあ、支配するっおかしいけど、まあ、そういう人たちが作る都市というかそういうところにある,ある神殿というのは まあ、この世界のミニチュアそれ、そういう意味合いであれ作ってるわけですね。神がこの世界を支配してて、その支配されてるこの世界の形、こう美しいものがあるち、知識のあれがある、動物たちがいる、植物があるって、こういう一つのこの,あのね、この世界のちっちゃなモデルっていうかさ、そういう意味合いで。 あ,のあったとっいうふうにも言われてたりしてるからまあそういうのがあの、ねえー、っとずっとあの途中で消えちゃってまあねあのキリスト教の社会になっていくとそういうのは消えていっちゃうんで,でそれが教会の方に、まあえー、なっていってそれが、まあ、1718世紀のこっちになってあの宮廷文化みたいな時にまた まあ美術館ではなくて、まあね、その時代は脅威の部屋そういうようなものがあのワンダーカマーみたいなやつ、ね、が生まれて、まあ、18世紀ぐらいに、えー、政教分離が行われて完全に宗教形態が壊れて、まあ、新しいその近代社会の方に向かっていくような中になっていく中で少しずつそれぞれの領域が自立していくというか、まあ、さっき言った近,近代。 っていうかなっていく中でまあ教会の方に入ってたものが美術館みたいなところにこう集められていくとかそういう感じになっていきますよねまあコレクションはね、まあ、ルネサンス以前ぐらいからずっとコレクションだからそういう意味ではコレクションしていく人たち個人の人たちはいたりしたけれどもんかまああとなんか これまたさっきの井上さんが言ってたやつで、アートのあれだけども、あのまあ、ボイスのとかとちょっとあれして思ったのは、結局、そのね、まあ、20世紀というか19世紀からずっとそのアートが絵画彫刻みたいなものにこうだんだん収束していくわけですよね。それ以前はもうちょっと違うものもアートの,あの美術っていう領域の中にあったものが。 あの19世紀の終わりのところではもう完全に彫刻と絵画が美術であとはデコレーションとかさなんかまあデザインっていう言葉もあったから、まあ、そういう領域の方に分離されてあれしていく形の中であの20世紀になってあのバウハウスが出てきた時にはあのバウハウスはやっぱり一つのイメージのテーマとしてはそういうように絵画とか彫刻とか建築とかっていうふうにバラバラになってるんじゃなくて。 まあそのまあ、文化人類学の、ね、研究なんかも彼,彼らはすごく参照してたりしたから総合的人間やっぱりあの原始、まあ、ジャングルの中での生活してる人たちはお医者さんでもあるし、えー、技術者でもあるし何とかでもあるみたいな1、まあ、人で何でもやらなきゃいけないとそれが、まあ、こうずーっと人間の歴史の中でこういうふうに近代化したいくようになってきちゃうと職業としてなってきて完全に一つ一つにみんな分類 バラバラに分かれて、絵を描く人間、彫刻する人間、建築する人間とかっていう風にバラバラになっちゃって、だからそ,そういうのじゃない、もう一度それを統合するような形にあのしていかなきゃいけないんじゃないか、まあ、そ,その,いいあの夢を持ってたのがバウハウスですよね。で、もともとバウっていうのは建てるで、ハウスはもちろん家っていうことなんだけど、じゃあ、えベタに家を建てるのかって言ったら、 もともとドイツ語みたいなあの言葉の中ではあの場合のハウスは本来は神の家ですよね神殿だからやっぱり神殿を建てるだからさっき最初に言ったその神殿を建てた時に神殿の周りにさまざまなものが併設されてでき,できていくっていうか、えー、一つのミクロコスモスを作るわけですよねだからまあそう,そういうなんかあのー、まあ イメージ、ユートピア的なイメージ、ノスタルジックでもいいんですけど、まあそういうのをバウハウスは持ってて、ああいうバウハウスという名前をつけてあれしたんだというふうに、まあ僕なんか、えー、思っていますね。だから、まあそう,いうそういう考えなんかも、まあボイスなんかのところにもつな、えー、がっていってるだろうなと思ったりしてるんですよ。はい ありがとうございます。ではまあ、ちょっと時間ももともと予定していた9時半を少し上オーバーしているところで、話もちょっと面白いところなんですが、今日は段これでお開きとしたいなと思います。はい、で、えーと、メールで今、井上さんが送ってくださった PDF が共有されているそうなので、後でゆっくりあの確認したいなと思います。はい、ありがとうございました。はい 今日のホワイトボードは保存できますので、あの何らかの形で公開したり、えー、と共有したりしたいと考えています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。